はい、皆さんおはばちは宮地幸です。それでは今日もポケットモンスターホワイト縛り時期お猿さん兄弟君たちに決めた、目指す打倒シュローナーですね、始めていきたいと思います。はい、じゃあなんかベルを倒したところまでやったんでしたっけ。はい、先に進んでいきたいと思います。6番道路、秋ですね、季節は。スプレー使おう。戦闘は今誰？はい、戦闘バオックですね。はい、一人目。ふう、君は興味深い。実験を手伝っておくれよ。いきなりが最近多いね。いきなりすぎるだろ。おー、スキジか。タイプノーマル草でしたっけ。色が秋仕様になってますね。弾ける方の。イエーイ。もう一丁。騙し打ち、悪タイプですね。やっと。これでみんな30いきました。ふむふむ、このやり方では結果を出すのは難しいと。風が吹けば種が飛ぶ。種が飛べば花が咲く。花が咲けばまた種ができる。全ては繋がっているのだ。乾燥肌のポケモンは水タイプの技や雨が大好きなの。これポケモンの特性の話ね。なんもないか。さあ、来ました、二人目。息がぴったり、驚きのコンビネーションで、レンジャーのことを教えてあげる。このレンジャーいいね。電気飛行タイプのエモンガです。あんまりね、いい思い出ないんですけどね。強いですからね、やっぱり。で、直接攻撃すると高い確率で麻痺してしまうんで。あんまり効かない。やーべえな、これ。さあ、向こうは回避率積んでます。やばいぞ。攻撃技なんだろう、スパークかな。当たれ当たれ。あー、電撃機能か。必ず命中する技ですね。もう一回。OK、なんとか。あ、スキジカだったらいいや、このまま。いい傷薬ですね。うん、危ねえ。弾ける炎。ああ。自滅してくれた。あなたたちのこと教わっちゃったわね。この木の実のことは知っているかな？このレンジャーは必ずね、木の実をくれます。クラブの実、麻痺を回復ですね。あなたも耳を澄ませて、ポケモンや草木の呼吸する音が聞こえるかも。ザーザー降る雨。ポツポツ戦うポケモン。
おお。これも分が悪いですね。ヤナッキーに変えましょう。パーティーのエースとなっております。金爆弾、このままですね。おたまろばっかり攻めまくります。金爆弾、コテンパンにされちゃった悲しいメロディーね。雨は自然が奏でる素敵なメロディー。こんな簡単なこと言葉なのに髪を食ってるっていうの。俺ダメだこれ。君のポケモンはサイエンス。ロンさん、おお、仕切りだ。弾ける炎、ちょうど倒せないのはね。敗北の味をサイエンス、サイエンスが未来を切り開く時、とにかく君もサイエンスしなよ。年中季節の研究、その名も季節研究所。回復アイテムもゲット。季節の影響で外見が変わるポケモン、これも進化の一種と言えるのでしょうか。言えるでしょうね。隣のケースの中の温度や湿度を機械でコントロールしてるの。こちら季節研究所です。吹き寄せの先目地山では季節によって雪が積もりますよ。おお、ちょうど次がね冬ですからね。我々は、季節による自然のさまざまな変化を研究しています。この辺りにシキジカというポケモンがいますよね。シキジカは季節によってその姿を変化させるという大変に興味深い特徴を持っているのですよ。我々としてはこのポケモンを研究し、季節や気候とポケモンの関わりに迫りたいと考えています。そのため気温、湿度などなどを自由自在にコントロールし、季節をも超越する奇跡の空調システムを開発導入したんです。と、ここまでは良いのですけれども、我々忙しくてですね、シキジカを捕まえに行くタイミングがなかなかないのです。そこでお願いなのですが、まずシキジカを捕まえてほしいのです。そしてシキジカの姿が変わったことに気がついたら、この研究所まで連れてきていただけませんか。君の色時間の変化を確認したら、我々もその季節の色時間を探しに行きます。いかがでしょうか。よければあなたの連れている色時間の姿を拝見させていただけませんか。今持ってないからね。そうですか。我々の研究に協力していただけると大変助かるのですが。ずいぶん説明が長かったですね。うん、PPA だ。あなたの強さの秘密、そのメカニズムを解き明かすわ。よし、これで多分レベルが上がるぞ。おお、もう色時間だけだ、みんなほとんどこの研究員のね人たちはね。
弾ける方の。噛みつく。おお、飛び蹴り。31です。おお、アクロバット来ましたね。うわ、砕くか。メカニズムが気になって注意力3万だったわ。雨が降るメカニズムに季節が変わる仕組み、自然で驚きに満ちているわ。そうですね。いい傷薬を、バオップ、まあ、引き続きバオップ戦闘ですね。あ、来た、ポケモンだ。モンスターボール、そっくりの外見を持つタマゲタケ。ポケモンたちと水遊び、あなたも一緒に遊ぶ？おお、いいね、遊びたいね。バニクッチアイス食いてえな、見てると。はい、弾ける方なんですね。これは変えた方がいいですね。はい、ゴースト水タイプかな。クルビー、種爆弾、オッケー。あー、キモ、レベル33。あらら、負けちゃった。でも楽しかったから満足です。ポケモンたちと水遊び、こんなご機嫌なことはないもの。ポケモンと離れるなんて 100% ありえないわね。うん、おー、リーフの石。おー、もうね、進化させちゃったからね。ゲロの、イエーイ。ちょっと待って、アイテム、これ今3体とも、アクロバットを覚えてる状態なんですけど、あー、なるほど。あ、進化の奇跡か。これはしょうがないな。アクロバットなんで、持たせてない方がね。ここにいるだけでどれだけ元気が溢れたか見せるよ。弾けるかな。あ、弾ける炎のこれ PP 切れですね。エモンが、ここであくびです。
キーアップかな。ネット。ネット当たれ。やばいな。やけどしろ。さあ、しないか。でももう一回当たれば。さあ。オッケー。ネイチャー、これを使えばポケモンの元気が出るかな。おお、ありがとうございます。緑に囲まれていると元気が湧いてくるよな。ありがとう大自然。いいね、ありがとう大自然。俺もじゃあ今日6番道路ここまでですね。はい、次回また6番道路進んでいきますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。宮内ゆきでした。